坪井のです本当にわれわれは、ちょっと気を抜いておりますと、うん、ひどい目に遭うというようなことは、ですね、はい、でいろんなその食品の偽装やら、野菜、ね、からやつがいっぱいいたり、はい、自分でしっかりアンテナを張って、自分で判断していかないといいけないです、ねはい、77%オフと言いながらも、もともとやないか、これはという話もあったりと。はい、もういろんな こやつがいろんなこと仕掛けてきますが、と和さんから頂い,いております、坪井さん問題の男がタイのバンコクで捕まりました。長野県の370社、6400人余りが加入していた厚生年金基金、24億円を扱って流用したとみられているこの坂本容疑者が今日、 タイのバンコクで身柄確保されましたというのは5日にいただいたお便りですから昨日のお話ですかね。はい、えー、神風タクシーさんからもいただいておりますけれども、24億円横領事件。ねこれ年金基金ということでありましたが、最初に聞いたときはすぐにチリ人のアニータを思い出したのは私だけではないでしょう。他の番組もアニータのところにまた取材に行ってました。<laughs> なんかインタビュー受けてましたよね、<laughs> 確か<に>ね。えー、坂本容疑者はやはり基金を一人で管理する立場にあって、 発覚が遅れたようです24億円ものお金は使うのにも苦労します3年と言われている。 タイでの逃亡生活で分かっているのは二人の女性にマンションやら現金やらロレックスを送ったそうですが一億あればお釣りが来ます。残りはどうしたのかいつから横領が始まっていつから宝棟三昧になったのか謎ですが本人も詳しいことは日本についてから話すと言っております。警察の取り調べをお待ちたいです。小田ゴム長さんからもいただいておりますけれども一年前はまだ金があった。で、タイの女性が逃亡を手助け今回は家賃も払えず がせる金もなないいんで警察に通報厄介払い <laughs> ダサン的やな女の人は <laughs> 逃げなさい早く逃げなさいって言ったのは金があるうちや。はい、ねえだけども金もないから警察訴えだろうってう、えー、警察訴えた飛ぶんだシーランさん昔もありましたアニータだっけまたアニタさんここで出てきましたがね。はい、真面目そうに見える犯人の大胆な横領額にもびっくりこきまろう。<laughs> 今どこの基金も運用に失敗して破たん。えー解散 たいのに加入者が大変ですよね。ね<え>加入者は掛け金は上がるわ、もらえる基金の年金は下がるわ。本当にたまりませんねと。あのただでさえいろんな今の運用って難しいと思いますけれども、はい、こんな人がおったとしたらこれザルに水を入れるようなもんで、はい、ちっともたまりません。<え>で、ED、E D さんでここはですね。 あの坂本容疑者だけでなく、AIJ にも騙されている長野、長野建設業厚生年金基金、これ、皆さんも覚えてらっしゃいますでしょうかね、AIJ、えー、の投資顧問、えー、この年金資産消失事件というのがありまして、はいはい、ここはもう調べてみたら、ほとんど運用してる金がすっからかんになくなっていたということで、これ、刑事事件にもなりました。でこれなんかも見てみますと ええ、強制捜査を行った時に野村証券とか社会保険庁の OB が多数関与しておりました、うん、天下りとかなんかここにもあったいう話で、ここでもひどい目にあっておるにもかかわらず、このおっさんのおかげで24億円すっからかんやいうことですが、本当に知りたいです。あの、知りたいというのは、私に今運用難しいと言いながら、24億はって、私にもし預けたらですね、うん。つぼさんに預はい。月々配当300万を出しましょう。あら、言い切りましたよ。はい。はい ちょっと普通のファンド、いろいろ私も計算してみたんですけれども、はい。運用、坪井さんが運用して,ってことですか運用してというか、まあ、私が預かってですね、<laughs> これはまあなんか出資法違反なんで、ね、そんなことは実際はできませんがか架空の話ね、話で,きるできるよいう話ね。できませんけれども、うん、私やったら24億あったら、月に3、400万は確実配当でもらえますよ、そんな。 とってすっからかんで8000円の家賃のところでで、ね、所持金が2万円しかなかったようですよ。うん、どんな金の使い方しとるでしょう。これ、うん、これは知りたい。他の方もそうかもわかりませんが。私は何をどう使ったらこんなことになったのかというようなね。うん、もう謎は謎を呼んでおりますね。分からないこれは、うん、はい。 なんだ、また日本に来てこの詳しくは分かると思います。ただやっぱりこれ言えることは、やっぱり管理チェック機構がきちっとしていなかったということじゃないでしょう24億円がなくなって気づかないってことあまあ、アニータの時アニタの時も本当金額低かったってことですあの時もびっくりする金額でしたけど。ね。はい。アニータ、アニタっていうのは、アニタはね、貢がれた方ですから、もちろん返す義務がありますよ。いや、返しませんということでは揉めてますけども、あの人は犯罪者ではないわけですもんね、アニータは。貢がれた方ですからね。はい。 今回は貢いだ方ですから、これはもう立派な犯罪でありますが、うん、チェック機関が、やっぱりこれ、うん、上司とかいろんな人もこれ、責任を負わないかんのではないでしょうかね。うん